千代田生命保険本社や千代田生命保険相互会社はかつて存在した日本の生命保険会社。2000年に経営破綻し2001年に AIG スター生命保険株式会社へ包括移転されたがその後プルデンシャルファイナンシャルが買収したことに伴い2012年1月にジブラルタ生命保険へ吸収合併され同社に承継されている。 福沢幸吉門下の門の育の心が中心となって1904年4月に日本初の英米総合組織として設立された。戦前は五大生命保険会社の一角を占めた。第二次世界大戦後の1948年には業界初の団体定期保険、1950年には団体年金保険、1961年にも業界初の 団体信用生命保険を発売。業界の先駆的役割を担い、製法手八社の一角を占めた。1973年に、海外三大保険グループと、業務提携し国際化を目指す一方、1975年後半には、事業の拡大を推進し、住宅ローンや増改築ローンの新商品を加えた。千代田火災会場保険、東海銀行、 当面党と札機会のメンバーであったほか新密選企業として三越、朝日銀行、藤田人氏があった。直接の財閥職はなかったが、千代田火災との関係から大倉財閥に近かったとされる。折からのバブル経済の下不動産関連や株式投資への融資を積極的に進め行用は拡大。ピーク時の1992年3月期は、 年間収入1兆4991億円を上げるとともに総保有契約高60兆円を突破。しかしバブル期の積極経営が災いし、バブル崩壊後は不動産向け融資の不良債権化や、株式担保融資の担保割れなどが発生し、不良債権額が毎期ごと増大。特に、ホテルニュージャパンの火災では、融資先の一社として有名になった。 一方、景気低迷と低金利政策の下で、予定利率を運用利回りが下回る、逆座や減少が続き、株価下落等による、信用不安が増大した。1999年には経営革新計画を、作成、早期退職制度を中心に、人員の合理化や、事業所の統廃合を行っていた。しかし、契約者の解約は続き、 メインバンクの東海銀行に1000億円の資本支援を要請するとともに、ドイツの大手製法アリアンツへ、経営参加を中心とした、経営支援を要請していたが、数回に及ぶ交渉も前進を見ず自主債権を断念し、2000年10月8日に公正特例法の適用を申請し経営破綻。生命保険会社としては、金融機関等の公正手続きの特例等に関する、 法律申し立ての第1号。負債は保険契約に基づく準備金が約2兆6413億円、同準備金以外の債務が約2953億円の合計約2兆9366億円。創業者をはじめ、慶応義塾出身者が多く、三越、金坊とともに慶応罰で著名であった。 なお破綻時の代表取締役社長だった、米山玲にも、慶応義塾大学の出身であった。本社ビルは、村の統合設計により、東京都目黒区中目黒のアメリカンスクール跡地に1966年に建てられた。経営破綻後は、目黒区に売却され、現在は、内装等を大きく改装し、目黒区役所となっている。 当社を承継した AIG スター生命の本社は当初ハルミトリトンスクエアに置かれたが2007年に AIG エジソン生命と共に墨田区のオリナスタワーへ移転その後2012年1月にエジソン生命と共にジブラルタ生命保険へ吸収合併され法人格が消滅した創業者である門ンノイクノは安政3年トバフンカローの家に生まれ 14歳で、慶応義塾に入塾し、福沢諭吉に指示。入塾2年後には16歳で教鞭を取り、以来31年にわたり多くの人材を世に送り出した。その後、参加していた、高順者で、死と仰いでいた、福沢諭吉が紹介した、人の生涯を請け負う仕事というものに興味を惹かれ、これこそ世の中に有益な事業であると考え、 千代田生命保険総合会社を創立し、実業家としても活躍した。他にも、共同保険、会場海運保険、報告銀行の経営に携わり、貴族院議員としても活躍し、強度の教育振興に尽くした。また、慶応義塾の教頭も務めるなど、実業家でもありかつ教育者でもあった。1983年世界の保険関係者にとって、 最高の栄誉と言われるアメリカ、オハイオ州の保険伝道入りを果たす。ありがとうございます。